をつき続けて世界を騙した男、天才詐欺師と FBI の衝撃の実話。キャッチミーイフユーキャン。1960年代のアメリカ、16歳のフランク・アマグネイルは両親の離婚にひどく落ち込んでいた。金さえあれば今までの幸せな日々が続いていたはずだ。彼はその天才的な頭脳と魅力的な容姿を生かし、お金を稼ぐことを考える。そしてある時はパイロット、ある時は天才ドクター、ある時は弁護士になりすまし、偽造小切手を換金してお金を稼いでいく。ところが FBI の敏腕捜査官とある半泣きが犯人逮捕に乗り出した。絶対にお前を捕まえてやる。できるもんなら捕まえてみろ。世界を股にかけた2人の長い追いかけっこが始まった。あらすじ、当チャンネル作成。映画の詳細情報はこちらなのだ。天才詐欺師の騙し方が爽快で面白い。本当に実話なのか疑うレベルで大胆不敵な行動に終始ドキドキハラハラしちゃったのだ。そんな笑えて感心しちゃう満足度の高い映画なのだ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。